ハムハムハイドのハイドです。ハムスターに食べさせちゃいけないもの。人間にとっては無害でも、ハムスターにとっては危険な食べ物もあるんだって。何を食べさせたらいけないのかっていうことなんだけど、例えば、ネギ類、玉ねぎ、長ネギ、ニラなどのネギ類は少量でも食べると大変危険ですと。血尿や下痢、貧血、嘔吐、発熱などを起こし、短時間で死に至ります。ニンニクも同様ですだって。この辺のもの食べさせちゃダメなんだね。ニンニクなんでね、栄養がつきそうだけど、ハムスターにとっては毒なんだね。で、アボカドだって、アボカドか。アボカド。痙攣や呼吸困難、嘔吐、肝臓障害を引き起こす恐れがありますと。アボカド？トマト。トマトだって、トマト。トマトもダメなんだ。葉や茎、成熟していない青い実には中毒を起こす成分が含まれています。本当に？俺、ハムスターにトマトやったことあるような気がするけど。そうなのか。ダメなんだ、トマト。じゃがいもだって、じゃがいも。じゃがいもなんて、ハムスター好きそうだけどね。歯や皮、目の部分に下痢や嘔吐を引き起こす成分が含まれていますと。まあ、じゃがいもの芽はね、人間も食べちゃダメだけど、アスパラガスだって、ネギ類に近い野菜で同じく下痢や嘔吐を引き起こす危険があります。へえ、アスパラガス。まあ、こんなもんあげる人なかなかいないと思うんだけど、まあ、ダメらしい。あとね、ビワだって、ビワダメなんだって。種や未成熟の実は呼吸困難や心臓麻痺を起こす危険がありますと。ビワなんて人間でもなかなか食べる人いないと思うけどね。ビワって食べる？今、ビワってなかなか食べないよね。食べるかな？ビワ。俺何でも食ってねえよ、ビワなんて。ガキん時食ったような。最後に食ったのいつだったかな。ビワをハムスターにあげようとしたら、まあなかなかいないと思うけど。サクランボ、こっちの方が多いんじゃね？あげようと思う人。サクランボ。種や未成熟の実は中毒を起こします。成熟した実は食べられる。へえ、あ、そうなんだね。よく売れてたらあげてもいいんだ。でも、青いのがダメなんだね。サクランボ食べてるハムスターって可愛らしい感じがするもんね。これはあげてる人いるかもしれないね。まあよく売れてるやつだったらいいみたい。あとね、桃もダメなんだって。種や未成熟の実に含まれてる成分が中毒を引き起こしますと。桃とかなんかあげてる人いるんじゃね？だって桃食べてるハムスターってなんかね、可愛いもんね。でも、これもちょっと危ないらしい。あと、柿か。未成熟の実や渋柿はタンニンを多く含み、大量に食べると危険と。まあ、渋柿はね、人間も食おうっつう人はいねえと思うんだけど、柿か。でも柿って食う？俺柿ってめったと食わねえわ。まあ、秋の食べ物だよな。今言ったビワとかサクランボとか桃とか柿とか、どっちかというと秋の実だよね。で、チョコレート。チョコレートもダメなの。これ子供はあげてそうだよね、チョコレートは。嘔吐や下痢、痙攣、発熱を引き起こし、死に至ることもあると。絶対ダメだね、チョコレートあげたら。チョコレートはなんか犬とかもあげたらダメとか言うよな。動物にはあんまりチョコレートは良くない。でもこれ、子供がお菓子とか食べてて、ハムスターにあげてる人もいるような気がする、俺は。で、どんぐり。どんぐりだって、どんぐりもダメなんだ。なんかどんぐりなのかね、食いそうな気がするけど、タンニンを多く含み、大量に食べると中毒を起こしますだって。へえ、どんぐりとかね、木の実なんか、リスとか、そういうもんが食うようなイメージがあるから、ハムスターも食いそうだけどダメなんだ。で、アルコール類。まあ、これは絶対ダメだな。急性アルコール中毒を引き起こし、死に至ることもあります。ふざけて舐めさせたり、絶対にしないでくださいって書いてある。これはなんか酔った親父とかがやってそうだよね。お酒は絶対あげちゃダメみたい。あと、コーヒーとか紅茶とか緑茶もダメなんだって。カフェインを多く含み、下痢や嘔吐、多尿などを引き起こすと。牛乳も NG。 へえ、あ、牛乳もダメなんだ。ハムスターは分解できず下痢をします。まあ、牛じゃないもんね、牛乳は牛のお乳だからね。ハムスターはやっぱりハムスターのお乳がいいと思うから。だから子供とかに牛乳やっちゃダメだってことだよね、ハムスターの赤ちゃんとかに。あと、粘り気のあるものをあげちゃいけないんだって。例えば、ご飯、米ってハムスター好きだと思うんだけど、炊いたご飯はダメなんだって。あと、茹でたパスタとかお餅とかもダメみたい。これは、頬袋の中にくっついて、ハムスターが取り出せなくなっちゃうんだって。で、そのまま、ほっぺたの中で腐って、
炎症を起こしたりするんだってさ。だからあんまりこうぐちゃぐちゃしたものはあげない方がいいのかもしれないね。こういうねにちゃにちゃしたものは硬いままあげるといいかもしれないね。お米とかはね、お米は好きだよ。ハムスターはこんなにたくさんあるんだね。びっくりしたよ俺、知らなかった。みんなもハムスター飼ってる人たちは今言ったような食べ物は与えないであげてね。ハムスターがお腹を壊すんだって。人間は美味しくてもハムスターに食べさせてはいけない食べ物の話でした。この動画はハムハム